ガオちゃんの西成チャンネル。今日はね、南積もり、西成の南積もりにあるとんかつ道場さん弁当をね買って帰りたいと思います。こんな感じでございます。さあちょっとじゃあお持ち帰り、ここはねお弁当専門なんで持ち帰りたいと思います。とんかつ弁当一つ、あ、大盛りとかいけます？大盛りとかいけます？はい、11時半ぐらいなので忙しかったです。番号札13枚とんかつ弁当の大盛りを頼みました。忙しそうでしたね。南積もり店日替わりランチ390円でありますよ。これなんかいっぱいメニューありますね。とんかつ道場なんですけども、こちらね、あの西成のホームズの向かいぐらいにある、はい、わかりやすいとかよ。あっちにね、高速があって、大きい道があって、はい、新何はですかね、ちょっと西の方、あのあっちにもう木津川とかが近い、そのホームズの近くでございますので、楽しみですね、とんかつ。まあこれ買って家で食べたいと思います。ということで、とんかつ弁当、はい、出来上がりました。はい、こんな感じですね。おぉ。まぁ、ちょっと、そのまま家持って帰って食べたいと思います。楽しみっすね。西成チャンネル！お疲れ様です。はい、とんかつ弁当、はい、買ってきました。なんかね、何店舗かあるみたいな、これ玉手とかにもあるみたいな。うわ、といい感じじゃないですか。むちゃくちゃうまそうです。ドーンって、バリクソでかいっす、とんかつが。これ楽しみっすね。でかいっすね、とんかつ。とんかつもドーンで、ちょっと中見てみましょう。うわ、これは、ごっついっすよ。なかなかの破壊力。えぐいっすね、これ。これなかなかの破壊力でございます。見てください、この、顔とこれ、比べたら。こんなんですよ。ごっついでしょ。いや、楽しみですね。いただこうと思います。西成チャンネル！いただきまーす。いただきまーす。うわ、これごっついっすね。とんかつが、とんかつ弁当、これ。680円で、僕大盛りにしたんで720円ですね。50円アップで。うん。うん。うまい。もうカツ丼ぐらいのですね、上に乗せてるから。あ、もうほんま、とんかつって感じ。思いっきりとんかつ。肉の上にあって、で、こうキャベツが入ってるから。このキャベツとの辛みで。ええ感じ。うん。うわ、油がね、乗ってて、柔らかい。ジューシー、ほんまに。これ肉こんだけ乗ってて、これは安いんちゃいます？でかい質問。巨大とんかつ。とんかつ道場さん。なんかね、玉でとか、他にも店舗あるみたいなんで。うん。うん、うまい。うまいよ。これでご飯かき込む。僕ね、まあこれ、とんかつ弁当美味しいんですけど、注文欲しいんで、まあ個人的に、いつも弁当あるときはこうカップ麺を一緒に食べさせてもらってます。まあとんかつ道場さん全然関係ないんですけど、なんか売ってたんで、担々麺。これも、まあスープ代わりに。弁当の時のね、カップラーメン好きなんですよ。あー、うまい。あ、これうまいわ。弁当テンション上がるっすよね。この入れ物もいいっすね。なんかいっぱいメニューあったんで。とんかつだけじゃなくて、なんか唐揚げとかステーキもあったんちゃうかな。ものすごい忙しそうでした。電話がひっきりなしになってたんで。うまいね。ごっつい肉厚。とんかつがでかい。でかい、うまい。この米に直乗せ。これ直に米に乗せてくれてるんですよ。これが。これもうまいね。すごいボリューミーです。大盛りやったらだいぶ多いですね、これとんかつ弁当。美味しい、美味しいっすわ。弁当好きっす、とんかつ弁当。これまた行かなきませんな。ラストのとんかつでございます。最高です。これもラストもでかいですよ。ラストのとんかつもこれ。
顔と比べたらもうめっちゃジューシー、熱っ、熱っやけど熱くなった。ごちそうさまでーす。はい、ごちそうさまでした。最高のお昼ですね、これは。お昼といえばとんかつ。お昼といえばとんかつ。ああ、うまい。腹パンパンになりました。結構ボリューミーで、バリューミーな、とんかつ。とんかつ道場さん。とんかつ道場さん。ぜひぜひ。南つもりの方にありますんで、まあ何店舗かありますね。また、あの、概要欄あるんで。またチャンネル登録と、まあいいね。とかコメントとか、よろしくお願いします。美味しかったです。あー、昼でしたわ。熱い熱い熱い。また夏来たかと思って嬉しくなりましたけども、もう10月ですわ。そうです。うわー、顔石成チャンネル。ちょっとゆっくり過ごしますわ。本でも読んで。なかなかいい午後でしたね。午後のスタート切れましたね。また昼から、何らかのいい一日にしたいなって思ってますね。はい、何が起こるかわからないんで、はい、まあまあゆっくりしたいと思います。西成、西成、西成チャンネル。